さあ皆さんこんにちは、のっぞーでございます。ということで今回も天使創造リブートをやっていきたいと思います。今回でパート65星川かぐやルートを続きやっていきたいと思います。はい、ということでやっていきましょう。リク君がね言ってる通りなんですけども、前回ね、こういう関係になりましたよと。はい、ということで前回ね見てください。はい、ということでやっていきましょう。とまあ恋人同士になったからにはさ、え、告白を交わした翌日、昨日はあの後お互い胸がいっぱいだった。なのでかぐやが水着をつけ直してからもほぼ会話もなく、並んで座って過ごしていたばかり。時折視線を交わし、くすぐったく笑い合うだけで満ち足りていたわけだが、一夜明けてそれはダメだろうと気がついた。なのでかぐやに連絡して公園で落ち合い話をすることにした。まずあなたはどうしたいの？ちゃんと話をしなきゃって思ったから呼び出した。いきなり襲うのではないのね。俺にはそんなことできないって分かってるだろう。言うなって。ごめんなさい。あなたに呼び出してもらえただけでドキドキしてしまって、つい。それは俺もだけどさ、顔を見ただけでドキドキしてる。ワンちゃんいるね。ワンちゃん、フリスビー。今フリスビーをやってワンちゃんで遊ぶ人っているの？今の言葉でさらにドキドキさせられてしまったわ。いや、いるか。いるか。昨日と同じ状態だな。そうね。これだけでもなんだか胸が嬉しさに満たされるけど、あなたの話を聞いたらもっと満たされそうだわ。話がしばらく違う方向に行っても、なんだかんだできちんと元に戻してくれるのが影屋だ。彼女と話していて小気味良さを感じるのはまさにこういうところなんだよな、と恋人同士になって改めてそのあたりに気づいたりもする。惚れ直すみたいなものなんだろうか。それでどんな話かしら。初心表明か、これ。まあ、初心表明というか、提案というか。俺としては、これからかぐやとこう付き合っていきたいっていうのは、まず聞いてほしい。しっかり考えてくれたのね。大事に、大切に思ってるからさ。ええ、もう今の段階でもすごく感じるわ。私を大事に思ってくれているから。相槌やこういう水の向け方もやっぱり心地いいぜ。かぐやの頭の良さと俺のことは聞きたがってくれている気持ちを感じる。それに対して胸に湧き起こる思いを一言で言うと好きだになる。やっぱり俺はかぐやのすべてが好きなんだな、とまたしても改めて思えば、きちんと段階を踏んでいきたいと思ってる。一つずつ丁寧にしっかり積み重ねていきたいということね。その理由はいろいろある。さっきも言った通り、大切な存在だからこそ大事に中を育んでいきたいとか。ええ、こうして話してくれていることもその一環ね。かぐやが一国の姫君だからっていうのも当然ある。そこはどうしたって外せない。あら、そうかしら。俺は魔王の生まれ変わりとはいえ一般人だ。だからこそきちんと積み上げが必要だと思う。つまり誰からもかぐやの恋人にふさわしいっ
と思ってもらえるようにならなきゃって。あとは、まあ、あれだ。本人に向かって言うことじゃないかもしれないけど、かぐやがあまりに魅力的すぎるから、段階を踏むことを意識しないと、なんだ。最後まで聞かせて。その、いろいろすっ飛ばして、我を忘れて溺れてしまいかねない。耳まで真っ赤よ。そりゃ、恥ずかしいことを言った自覚があるからな。とにかくだ、俺はそう思ってるんだけど、かぐやとしてはどう思う？全面的に賛同するわ。オッケー。一瞬の迷いもない即答だった。しかもドキッとするほど可愛い、頬を上気させた嬉しげなにっこり笑顔で。もちろん、私にも思うところはあるわ。完全にあなたの考えと同じというわけではない。だけど私に対してひたすら誠実であろうとしてくれている恋人にと、今日も豊かな胸の膨らみにそっと手を当てて、ここがキューンとしてしまったんだもの。もう女としては喜んで全面賛成の意を表するしかないでしょ。それはありがたいけど、でも俺とは違う風にも思うなら言ってくれれば寄せるぞ。何も全て俺の考えを通したいわけじゃないし。ありがとう。だけどね、私の思うところなんて結局は些細な話なの。そういう風に考えてくれるリクが可愛いって感じてしまうのには叶わないんだもの。かぐや、つまり俺の考えを全面的に受け入れたくなるくらい、かぐや的に俺が可愛くて嬉しいってことか。わかった。ならよかった。ありがとう。私が可愛いと言ってももう微妙な顔にはならないのね。ああ、まあその辺はな。確かに少し前だったら複雑な気持ちになるか反応に困るかしていただろうが、もう今は素直に嬉しいばかりだった。というのも彼女は俺のそういうところを含めて好きになってくれたんだとわかるから。俺がかぐやの体や容姿だけに惹かれてるわけじゃないのと一緒だ。一言で言えば、かぐやが好きだからだな。ねえ、もう一つ聞いてもいいかしら。ああ、あなたはいつどうやって私を好きになってくれたの？キラキラ輝く瞳で上目遣いの笑顔。この上目遣いの笑顔って俺の中ですごい違和感あってさ、立ち絵的にはさ、こうなんか同じくらいの高さにいるんじゃねえのみたいな。それに他の女性陣に比べたらさ、かぐやさんは身長がでかい方で、だからすごい高いイメージなんだよね、俺の中では。だけどでも主人公よりは背は低いんだよね。そこにすごい違和感を感じるっていう。聞くか、それを。聞くわ、ぜひ聞きたいわ。あなたが私のどこにどうやって惚れてくれたのか分かれば、今後のお付き合いもしやすくなるし。どういうこと？自分に自信とさらなる確信が持てるということ。ああ、なるほど、なるほどな。これがきっかけで惚れてもらえたと分かったら、確かに納得が自信を生むだろう。だから自分はと、恋仲であることの確信も強固になる。じゃあかぐやも教えてくれるなら話す。私はあなたに助けてもらえた時がきっかけよ。先手を打ってきた。あなたはあの魔法を使えたのは私を助けなきゃって必死だっただけと言ってくれたわ。で、
今になって蒸し返されるとかなり気恥ずかしいものがある。その言葉で感じたの。あなたはそこまで私を大切な存在だと思ってくれているのねって。でもあの場の魔法だけじゃないんだよ。あの場でこう突発的に使えたものじゃなくて、前回の感じで見るともうあの魔法は自分でもうその故意に使えるっていうかさ、別にかピンチだからカジバのクソ力、クソ力、カジバのバカ力か、バカ力的なものが発動して使えるのではなくて、もう自然にあの魔法を使えるってめっちゃ強くねっていう。相手が魔法使いだったらもう勝ちよね、そんなもんね。が、むしろカグヤはうっといと素敵な夢を思い返しているかのような口調。感じたら自分の中で生まれて初めて聞く音が鳴ったの。昨日も言ってたやつ。ええ、最初に鳴った時はそれが何なのかわからなかったけど、あなたが昨日教えてくれた、悟らせてくれた。これは私にあなたへの恋が灯り燃え始めた音だったんだわ。かぐや、あなたとのつながりが欲しくて、いろいろ私も夢中になってしてしまったわよね。前も言った通り、最初は魔王への興味や憧れだった。でも魔王とあなたは別人だと分かるほどに、あなたの力になりたいと思うようになって、秘密の特訓を重ねているうちに、あなたの反応が可愛くて好ましくて仕方なくなっていって、途中からは本当に攻め攻めになってたもんな。普通パートなんだけど乗せられないやつね。とんでもなかったわ、あれは。今後もあるのか、それは。いや、ないか。だって、私だからこんな反応してくれているのよね、と思ってしまうでしょ？そうなのよね、って。もっと確かめたくもなるわ。身勝手にも。ああ、身勝手って、そういうことだったのか。つまりその時点で影矢はかなり俺にある意味夢中になってくれてたってことだ。このいつどうやって惚れたか振り返りトーク、なんかすごくいいな。影矢の話を聞いてるだけでいろいろ思い出してますますドキドキくすぐったい。身勝手よ。そのせいで全世界にさせてしまったんだもの。でもね、思い返せばその時が恋の発端というか、あなたを本当の意味で意識し始めたきっかけだった気がするわ。ああ、なんか一回なんか我忘れた時あったな。俺お前食うみたいな。ね、どうしてだ。あの時の魔王の姿で勃起していたのよ。で、自分を止めるのに必死で気づいてなかった。そして前世帰りしてすぐに私を襲おうとした。ああ、うん、まあだから必死で意識をつなぎ止めて自分を止めようとしたんだけど、私は性的な意味であなたに欲してもらえていたんだと強烈に思ったわ。え、男性機能が戻ったら真っ先に私をと求めてくれていたんだわ。まで、それはなんというか、どうあれ私はそう思ってしまったの。すっごくドキドキしてしまったの。ドキドキしてたんだ。はいはい、ちょっとドスケベすぎ。いや、やっぱりその段階から俺に好意を抱いてくれてたってことだよな。うん、そうだよ。
思い返せば。だからその後ノアにたしなめられて、もう二人だけで特訓できなくなったのが切なくて。なんて言ったぞ、全然聞こえなかったわ。このノアになんちゃらめられてって、なんて言ったのこれ。やっぱ全然聞き取れなかったんだ前や。せっかく結ばれ始めた縁が断ち切られたかのように思えて、だからあなたが訪ねてきてくれた時は本当に嬉しかったわ。話の流れで自然とあなたに好意を抱いていると言ってしまったくらいに。ああそうだったよな。ああ、こうやって流れで聞くと、もう俺たちは恋人、告白を交わし恋人同士になったのは当然だった気がしてくる。というかこの振り返りトーク、精神的イチャつきにも程がないか。好きになった経緯を聞かせてもらえるのもだけど、話してる影も頬を染めて目を潤ませてし、潤ませてるし、心の一番柔らかい部分同士を言葉ですり合わせているような感じがする。となったら俺がはっきり、かぐやを好きだと自覚したのは、まさにその時だよ。え、そうだったの？それまでは、俺の気持ちは単なる欲情なんじゃないかって思ってたけど。ちょっと待って。その前から、最初から聞かせて、お願い。ははは、そうだな。最初は。と、今度は俺からも話すほかない。俺の感情の変異に、かぐやは驚いたり、納得したり、赤くなったり、クスクス笑ったりで。そんな反応がくすぐったくとも嬉しくなければ、じゃあ嬉しければ、俺もますます話に熱が入って。終わる頃には、かぐやは体をくねりながら、俺にぴったりとくっついてきてくれていた。あなたも私も、本当に、初めての恋なのね。振り返ると、お互い不器用にも程があるわ。でも、そういうかぐやだから、人生で初めての告白ができたんだと思うよ。それは、私も一緒よ。あなただから今こうして寄り添える仲になれたの。お互い様ってことか。そうね。どちらが優位というわけではないのも、なんだかすごく嬉しい。それは本当にそうだ。そしてすべてこれまでの時間があってこそだとわかる。いろいろと経て、いろいろと経てこなければ、経て、俺はかぐやに圧倒されっぱなしだっただろうし。相手は一国の姫君なんだからと、踏み出しきれなかったかもしれない。何？いや、好きだよ、かぐや。私も何度言っても言われても胸がときめくものなのね。とまあ本題からそれて、力いっぱいイチャついてしまっていたわけだが、そんな交際を始めた私たちが最初に踏むべき段階は何なんでしょうね。やはりきちんと話を元に戻してくれるかぐやだった。本当に好きだ。そうだな、もちろん今みたいな二人っきりのことも大事だけど。二人っきりのことではないこと。となると、やっぱり、関係各位へのご報告かしら。確かにそれは大事だよな。かぐやの立場的にも、俺の境遇的にも、今までの経緯からしても、正直、微妙に腰が引けるところもあるが。
ああ、いや、なんでもない。ここで、落ちけることは、自分で許せない。その程度の人間が、かぐやと恋を育んでいきたいなど、論外でもってのほかだ。俺にとってかぐやという女の子は、それほどの覚悟を決めるだけの価値がある。よし、決まった。なら、善は急げだよな。腹を据えて、スマホを取り出した。ピッポッパ。では、みんな、急遽集まってもらったのは。おおほほほい。昨日の今日、いや、おとといの今日か。え、なにそれ。いや、かぐや、ここは俺に言わせてくれないか。男性としては気が利かなくてごめんなさい。俺こそ先に話を通しておくべきだった。あ、でも立ててもらえて嬉しいよ。私も言ってもらえて嬉しかったわ。育ちのせいでどうしても自分が前に出る癖が私にはあるから、今後も今みたいに教えてね。ああ、うん、わかった。任せてくれ。頼もしい。いや、急に呼ばれて訳もわからずイチャついてるのを見せられても困る。ああ、そうだよな。悪い悪い。まあ、おかげで用事は大体察しがついたけど。え、すごいね、くるみ。僕は未だにさっぱりなんだが。まあ、ノア以外は今のやりとりで丸わかりだよな。しかしだからといってなあなあで済ますわけにはいかない。たとえお察し状態でも明言するとしないと出れば大違いなんだから。俺とかぐやは昨日から恋愛関係になりましたことを皆さんにご報告いたします。引っ張り言って大きく頭を下げた。きちんとしたお付き合いを始めるにあたっては、まずは関係各位にご報告が必要。二人で話し合った結論です。そういう次第で何卒よろしくお願いいたします。隣でかぐやも補足を入れてくれてから俺に習うように頭を下げたのが分かった。そして二人で顔を上げると、なんでちょっと引いてるんだ。いやこれは引いてんじゃなくてね。いや、うん、もともと怪しいと思ってたし、ほぼ決定的って気がしてたけどさ、まさかこんな風にくっついて即日にはっきり公表されるとは思ってなかったというか。しかも一昨日嫌だったのが今日はこれだもんね。はやっってなるよね。要するに引いていたのではなく少し押されてたということらしい。とにかくご丁寧にありがとうございます。まあこそこそされるよりはいいか。ってわけで了解。お幸せに。よかったね。おめでとう。ありがとうございます。なんで疑問系なんだ。仕方ないじゃん。こういうケースに的確な言葉がよくわかんないんだもん。お兄に彼女ができるなんて未来永劫ありえんって正直思ってたし。お前、さっき怪しいと思ってたとか言ってたじゃねえか。そうなんだけどね。でもお兄への信頼感の方がなんだかんだで勝ってたみたいな。しかもその信頼感の方が彼女ができないっていう信頼ね。その負の信頼感、頼むから今すぐ捨ててくれ。あ、私は普通におめでとうだし頑張ってって感じだよ。おお、ありがとう小ひばりさん。あれだけの爆乳美女は激レアだからほんと頑張んなきゃだよね谷風くん。そりゃあもちろん
俺も頑張らなきゃとは思ってるけども、小日向さんの言う頑張んなきゃは違う意味なような気がするのは俺だけか。いや、ここでその辺を突っ込んで聞くととんでもない単語が飛び出してきそうなんでやめておくけど。そしてさっきからリアクションがないが、ノアも聞いててくれたんだよな。聞いていたとも。しっかり咀嚼して理解に努めていた。つまり二人は、というかそんな理解しがたいことを俺たち言ったっけ。同人誌みたいなことをする仲になったんだ。そっち方向かよ。違うよ、しねえよ。でも恋人同士ならはするんだろ、同人誌みたいに。ノアが言ってる同人誌のジャンルが気になるが、どの道ないから落ち着け。したくても勃起できなきゃしようがないからな。悲しい事実、その事実が頭から飛んでいるあたり、ノアはつくづくこの手の話題に弱い、いや、ある意味強いんだが。ともあれ、三者三様のリアクションをいただいたわけだけど。最大の問題はこの人だ。かぐやも昨日は帰っても、ぽーっとしすぎてて、オリエに報告しそびれていたらしい。つまり彼女は今、俺たちの中の進展を初めて聞いたことになるんだが、ずっと押し黙ったままなので、ぶっちゃけ怖い。オリエ？成功、まぐわい、交尾、性欲解消。谷風さんがそういうお相手を欲してらっしゃるなら、どうかこの私で我慢していただきたい。ほっとこの人もブレねえな。そしてノアと同じく、俺が成功不可能な体だというのも頭から飛んでいる。だけに対処しづらい。もちろん姫様には遠く及びませんが、私も周囲の度量から男好きする体だと。それはもうテンプレの答えなのか。それはオリエ持ちネタ過去もはやその領域だをまくし立てていたオリエは、かぐやの声でピタッと声を飲み込んだ。かぐやはそのまま穏やかに、しかし凛然とした態度で従者を言い悟つ。私たちはお互い思い合っているからこそこういう関係になろうと言い交わしたの。彼のすべては私のもの、私のすべては彼のもの、心も体もよ。それが私たちの望み。姫様。だからこそ織江にもきちんと報告したの。なぜなのか分かってくれるわよね。織江はうつむき、従順する気配。しかしすぐに顔を上げ、表情を引き締めた。衝動的ではなく、よくお考えになっての結論なら承知いたしましたとしか申し上げられません。オリエ、いろいろと思うところはありますが、姫様が初めて心より望まれたことをどうして私が否定できましょうか。どうやら飲み込んでくれたらしい。だからこそ姫様、お立場に絡む面倒な諸々は全てこの私にお任せください。姫様はどうかこれまでと同じくご自身の思いのままにお進みください。わかったわ。これからもよろしくね、オリエ。はい、姫様。飲み込んでくれたところじゃなかった。主の思いを尊重した上で従者としての覚悟まで示してくれた。オリエにとって、かぐやはそれほどに大切な主ということだということだとよく分かったなら、オリエ、俺からも誓わせてほしい。はい。いえ、先ほどは失礼なことを申し上げました。お詫びいたします。
格や思ってることなんだから、詫びる必要はないよ。そんな折り合いだからこそ、きちんと言わなきゃいけないこと、いけないと思うんだ。誠心誠意、折り合い以上に、格やを大事にするって。富風さん。俺は、かぐやほどの素晴らしい女性に惚れてもらえたんだから、男として精一杯に愛し抜くって約束する。折り合いではなく周囲のみんなに別れてしまった。クソ恥ずかしいからそういうリアクションは勘弁してほしいが、今の状態ではそうも言えない。肝心の折り絵が途端に真面目な顔になったからだ。これじゃ、まだ信用するには足りないか。いえ、谷風さんは、近いとおっしゃいました。でしたら疑うわけには参りません。お願いいたします。どうか、姫様のお望みを叶えて差し上げてください。これ以上なく丁重に頭を下げてきてくれた。だけでなく、私にとってはもはやあなた様もお支えするお方です。サジはすべてお任せください。サジ、ありがとう。そんなことまで言ってもらえたら、俺も精一杯の丁重さで頭を下げ返すのみだった。そして顔を上げれば、ただしもし仮に先ほどのお言葉に偽りがあれば、その時は容赦しませんので。大丈夫、嘘偽りないから。思いっきり背筋を伸ばされてしまったのであった。すると周囲のみんなは今度はクスッと笑って、私も精一杯に愛し抜くし、陸の望みを叶えていくわね。かぐやはにっこりと満面の笑みを浮かべてそう言ってくれた。折り絵の入れてくれたお茶を飲み干し、やれやれと息をつきながらカップを下ろした。報告の後は軽くパーチーのようになって、みんなはついさっき帰ったところ。気づかれした？リク？あんなに根掘り葉掘り聞かれるとは。しかも俺だけ。そう、ノアもアマネも小ヒバイさんも付き合うに至って経緯をカグヤには全然聞かなかったんだよな。なんで俺ばっかり暴露され続け、さすがにちょっと疲れた。いろんな意味で。とりあえずまた、まだ熱い顔をゴシゴシこすってごまかす。反応が可愛いから、みんなもリクから話を聞きたかったのかもしれないわね。かぐや以外から可愛いと思われてもな。じゃあ私はずっと可愛いあなたを楽しませてもらっていた。ではダメ？それならいい、全部許せる。もう私の恋人はどこまで可愛いの？嬉しくてたまらないといった風に笑ってるかぐやも可愛いったらないんだけどな。なんならキスしたくなるくらいだが、きちんと段階を踏んでいきたいといった手前、それはこらえる。しかるべき段階を迎えたら、今こらえた分も含めてこれでもかってほどにしよう。その日が今から待ち遠しいが、まあでもともあれ。今度は男らしい顔だわ。何かしら。これで無事報告は済んだよな。となると次の段階に。え、まだ済んでないでしょ。って、他に報告すべき関係者っていたっけ。ある意味で一番大事な関係者が残っているじゃない。ご両親へのご報告とご挨拶もちゃんとするべきだわ。ねえ、うちのおとんとおかん、そっちの関係者だったか。
天使創造リブート。ボスバーガー食べてるな。これも初めてか。お初にお目にかかります。星川かぐやと申します。おほほほ、早すぎるな展開がな。付き合ってからみんなに報告して、その次の日に我々ってか、おとんとおかに話すみたいな。ってことはこれおとん出てくんぞ、これ久しぶりの。わかんねえ、もしかしたらおとんはどっか行ってたおかんしかいないかもしれない。でもわかんない、でもおとん出てくるかもしんないぞ。みんな楽しみにしとけ。はい、ということで今回は、ここまでにしたいなというふうに思います。チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。